みなさんこんにちは、ふみです。あみです。ふみあみです。はい。今日は最近買ったお気に入り紹介です。まあお気に入りという名の購入品？そうやな。うん。で、今回はなんとハイベラさんからあのガラミラーをね提供いただいたので、ちょっとこれも一緒に紹介していきたいなと思います。めっちゃ嬉しいな、ほんまに。うん、めっちゃ嬉しい。あ、もう1個目でやっちゃう。あ、そうやな、せっかくやし。はい、うわー、こちらすごいやろ。うん、すごい、なんか高級感にあふれてる。ではオープンしてください。いきます。オープン。こういう箱って開けるの大変よな。中にまた箱があります。すごい、なんかレザー、フェイクレザーかな。なんかすごい質感、高級感がやばい。これ持ち運びケースやね。これで持ち運ぶん？もうプロのメイクアップアーティスト、メイクさんみたいな、マジで。で、開けていきますと、はい、この中にガラミラーが入っております。じゃーん、じゃーん、こんな感じです。じゃあちょっと組み立てるで。はい、お願いします。わ、なんかシンプルなデザインでほんまにおしゃれやな。おお、充電器も入ってますね。はい、こんな感じ。おお、というかもうまずガラミラーって何って多分みんな思うからさ、うんうん、確かに。まあ、簡単に説明すると、私ちょっと前からこれいただいてて、うんうん、だから結構使ってたんで、私がちょっとこれを簡単に説明すると、うん、お願いします。なんか自然光を再現できるミラーやね、うんうん、よくさ、ここが光るミラーってあるやんか、うんうん、でも自然光再現ミラーって初めてちゃう。確かに、なんかアミもドレッサーにあのライトつけてたけど、うんうん、やっぱり蛍光灯のパーンってした白い光、うんうん、だから外で見たらなんか思ってた色とちゃうみたいな。あ、確かに。え、めっちゃ肌白くなってもうてるみたいな。 あるあるやんな。あるある。あとホテルでメイク。あ、そうやな、ホテルでメイクするとね、なかなか色味が綺麗に出せなくて漏れないんですよ。いつもと違うくてなんか、うんうん、なんかちゃうなみたいになるよな。そうそう。で、朝とかさ、うん、例えば旦那が寝てて電気つけにくい、いや、それうち一緒やから寝室とドレッサーがそうそうとかにもぴったりやと思うねんけど、自然光を再現できるメイク、ちょっと一回つけてみようか。自然光再現できるメイク、あ、間違えた。自然光再現できる鏡か。ということで、これはなんか自然光をさ再現できるから、うん、ナチュラルにいい感じに漏れんねんけど、うん、まあ光ったらこんな感じ。ここになボタンがあって、コードレスやねん。で、充電式いいよな、うん、めっちゃどこでも使えるの。え、おうおう、伝わるかな。何があるの？そこにバーがある。バーじゃなくてタッチやねん。触って、うん、タッチやねん。あ、これ、うん、うんうん。で、明るさを調整できんねん。あ、ちょっとわかる？カメラで伝わるかな。はい、こんな感じ。わかる？このバーで、うん、明るさ調整できんねん。これ今一番暗い？一番暗いにしていくで。一番暗いにして、はい、明るくします。おお、明るくなってる、うんうんうん、なってる。こんな感じ、すごい。で、調整できるんです。なんかここにさ、こうくるーってライトあるやんか、うんうんうん、だから顔に影ができひんから均一に塗れるらしい。あ、上からのライトとかやったらちょっと影になるもんな、うんうん、でも正面から全体的に照らすから影もなく均一にメイクできるとことですね。なるほど。このガラミラーのさアプリ、うん、ガラミラーってアプリをさダウンロードしたら、うん、6つのさモードで、うん、プリセットみたいな感じでさ、あ、設定できるね、うんうん、できんね、うんうん、できるんやけど、これびっくりしたんがめっちゃすごいんがさ、自分の写真、うん、をここにダウンロードして、そこの光の感じで設定できる、うん、あ、この家ならこのプリセットみたいな。まあそれもできるし、自分が今まで撮った写真で太陽光の写真とか、あ、こういう明るさに仕上げたいっていう写真をってこと、うん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 、あ、なるほどね。それでなんかこの前めちゃめちゃ太陽光で撮った写真、うんうん、撮影の写真を入れたんやん、自分で登録して、うんうん、それが今ライト1って登録されてるんやけど、こんな感じです。うわ、太陽光なんか黄色くなった。そうやろ。すごいな。アミこの黄色い感じ好きやねんけどさ、このカメラで見たらすごいね。ちょっと待って、ちょっとこうするわ。はい、どうぞ。いいのいい感じ、いい感じ。あ、この黄色い感じめっちゃいい。なんか外で撮った時の、うん、自然光で撮った時の自分の顔
自然光におる自分やんな。いやほんまそうすごいよな。すごいやっぱこう LED で今さ見てるこのライトの顔と、うん、この自然光に当てた顔が全然違う。確かにすごいすごい。このガラミラーがスマートセンサーミラーって言って人感、うん、動きをさ感知して、うん、点灯消灯することができるから、うんうん、ということはこれをテーブルに置いてたら朝メイクしようと思って、うんうん、このポーチ持ってテーブルに座った瞬間パチッとつくってこと。まあそうやな、そういうことやな。ほんでおらんくなったら消えるっていう、なんかセンシングモード、点灯維持モードみたいな2つのモードがあるらしい。賢っ。でもずっとついとくこともできんね。なんか維持、点灯維持みたいな。そういう設定もできるってこと、うん、すごい。もうなんかスマホとかでできたで。いいな、なんかスマホでさ設定できるってほんま楽よな。うん、アプリでめっちゃ、しかも簡単やねん。え、これすごかった。キャンドルライト設定のとめっちゃオレンジなんで、ね、え、わかるやん。いいやん。え、でもわかるわかるわかる。普通にさ家全部電気消してキャンドル、え、これでキャンドル炊くってこと。キャンドルやばいやつおりやん。夜ご飯食べ、絶対やばい、怪しすぎるやん。それとこの持ち運びケースがあって、うん、ここがまあヘッドとこの土台が外れるやん、うんうんうん、外れるからここに収納して持ち運びもできるし、うん、コードレスやから、まあ、どこでも充電しといたら使えるし、ここの鏡はな、角度がこう変えれるので。そうそう、めっちゃ変わんねん。これも自分の今座ってる場所に合わせて、うん、自分の顔と合わせて角度変えてもらったら、かなり、正直言ってかなりメイクしやすくなりました、これのおかげで。わあめっちゃいい。ただ今2人で1個しかいただいてないから、次アミカ使う習慣っていうかターンでまた返してもらってみたいな感じになると思う。早川さんにちょっとお願いする。あー、もう一個双子なんで、もう一個喧嘩にならないためにも、もう一個お願いしたいですね。ねでもなんと言ってもやっぱこの太陽光、うん、自然光でメイクできるってほんまに、うん、なんかさ家もそんなに光入らんやん、うん、雨も降りも。そうやね、めっちゃくちゃ南向きってわけじゃなくて、うん、まあ、ちょっとは入るけど、うん、がっつりじゃないから、なんか一応窓の方に向かってメイクしてるけどこっちからしか入らんねんや、うんうんうん、だからこっちがめっちゃ影になる。うーん、窓の真ん前でメイクしてるわけじゃないから。うん、確かに。だからいつもなめっちゃしんどいねん。うん、こうちっちゃい鏡持ってこうやってこうやってこうやって、わかるわかる、まあ、やるやろやるやる、めっちゃこうやるやるやる、なんか光を探しながら。でもそのストレスが解消されると思ったら確かにいいね。ちょっとほんまに、ハイベラさん、あと一個あと一個ふみはあれがいいと思った、うん、なんか仕事柄やっぱ撮影多いやんか、うんうん、でスタジオでメイクとか、うんうん、ホテルでメイクとかもめちゃくちゃ多いやんか、うんうん、でそこのライトってほんまに不安定やし、あ、確かに、なんか明るかったり変な明るさやったり、うんうん、上からやったり下からやったり、うんうん、なんかむずいやん、うんうん、だからそういう時に撮影グッズと一緒にこう持ち歩いたらすごい使えそう。え、てかさ、これを太陽やと思えばこうやってさ撮影するときにふみを照らしながらあ、ほんまやな、漏れるんかな。やった、漏れそう。またやってみようなんかこう、ここで持てるからさ一人ライトさんいて、こうやってやばいやん、ほんまにやばいやつでしかないやんはい、じゃあちょっとこれはせっかくいただいたんで、うん、もう一個欲しいし、ここ置いとこうかなアピールアピールこういう感じではいじゃあ続きいこう。はい、まずはインスタにもチラッと載せたんですけど、じゃーん、ベージック、おしゃれよな。そう、ベージック、そう、めっちゃおしゃれな韓国の天然由来のスキンケアブランドなんですけど、うん、最近流行ってるよね、うん、結構ちょろちょろインスタとかでも見るし、友達周りでも使ってる人も増えてきて、やっぱり最近ナチュラル系が人気よね。確かに、うん、オーガニックとか、うん、石鹸落としとか、うん、な、私もちょっとデビューさせてもらいました。これがね、めっちゃ可愛いね。あの、ハンドソープ、うんうん、これハンドソープなんですけど、スクラブ入りとスクラブなしのハンドソープで、めっちゃおしゃれじゃない？うん、なんか大理石ってか、そうそうそう、なんかなんやろ、うん、めっちゃおしゃれ、おしゃれやな、壁紙にありそうなおしゃれな、うん、洗面台に置いとくだけで映えそうなおしゃれなハンドソープと、はいはい、これは美容オイルですね、うん、でこれまだ使ってないねんな、デビューしてないんですけど、え、これ使ってます。そう、どう、なんかふっくら、
いいね、めっちゃふっくらする朝。いいね、朝使ってんねや。あ、夜使って朝起きたら触ったらなんかこうふっくらしてんねん。あ、ほうれい線とかじゃいいな。うん、なんかふわふわ、へえ、ふわふわするかも結構肌が。え、使おうかな。え、ほんまにおすすめやで。アメ今これにハマってて、めっちゃコーヒーの匂いする。うん、そうそう、びっくりした。え、ベージックって全部コーヒー豆やねんで、由来が。これもじゃあ、うん、コーヒーの味するの。これも、うん。え、オイルはせんかった？せえへん。うん、これどうか分からんけど、匂い分からんけど、ちょっとコーヒー豆を使ってやってるらしい、うん、へえ。でこれがフェイシャルスクラブ洗顔料っていうことで、最近スクラブ洗顔料ってめっちゃ増えてない？あ、そうなん。うん、私結構最近めっちゃ見るスクラブ洗顔料。これ毎日してもいいん？え、週2、3回って書いてた。あ、やっぱそうじゃないとあかんよな、こするもんな。そう、でもやっぱさ、した後のなんやろ、しっとり感、うん、あとスベスベ、うん、そのキュッキュッキュッじゃないね。うん、わかるわかる。なんかしっとりやけどスベスベ。うん、もうあれが最高。保湿されてるのに、うん、なんか肌がふっくらしっとりでもツルツルみたいな感じがめっちゃ気に入って、このスクラブ洗顔がもう週、まあ、2から3みたいな感じで多分書いてたけど週3してるな。で香りがね、すごく不思議な、うん、コーヒーっぽい香りで、ほんまにめちゃくちゃコーヒー、うん、めっちゃ不思議なんで、これお気に入りです。はい、じゃあ次私。はい、ででんでんでねん。うわ、それアメも持ってんねん。出すかな思った、フミが出すかな思ったから持ってこいか。やばくないこれ、何と思わんマジで、うん、動くでもす。これさ、息子がさ、もう大好き、ここ触んの。嘘、一番くらいねんな。うん、って喜んでる。これは何かというと、うん、マッサージ機です。こう、うわー、すごいよな、これほんま考えた人新しいと思わへん、ほんまにな。あ、確かにって思ったよな。大層なものを、うん、じゃなくて済むもんな。なんかこう首に巻いたりさ、そうそうそう、お尻に置いたりとかさ、ああいうあんまきみたいなんじゃなく、このほんまに簡単なハンドルで、しかも4000円台、うん、しかもこれ思ってん、なんか旦那とかによくさ、ちょ、もう抱っこしすぎたからマッサージしてって言うんやん、うん、肩もんでみたいな、うん、じゃあなんか、はいはいはいみたいな、うん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 、わかる、この、ちゃ、違うねみたいな、もっともっとくれ、もっと頼むみたいな、あるやん、うんうんうん、でもこれやったら頼みやすくない？ちょ、やってみたいな。これやっぱ人にやってもらった方がなんかおしゃれ、気持ちいいかな、うん、でも肩甲骨がさ、やばいからさ、僕声がそこあおー、いやでもやってもらった方がめっちゃ楽やん、気持ちいい、携帯入れながらできるやん。そう、人にやってもらっててもなんかそのごめんねみたいな気持ちだいぶ削減。え、アミもやって、人にやってもらったもん。え、もう肩甲骨やばいから、肩甲骨開いて、肩甲骨やばい、あこれさ、ヘッドが何個かあって帰れて、なんかポイント差しみたいなのもあった。あれ痛そうじゃない？やった、うん、まだやってない。このこれだけしかまだないもん、うん、チャレンジで。このボール型が一番今のとこ使ってます、うん、腰とかにもおすすめかも、はい、あ、お尻とかもやすそう。あ、確かに、うん、あ、これで普通に足マッサージしても痩せそう。え、アミやってんで。嘘、ふっくらはぎ楽。うん、楽、ブルルルルってなる。はい、というマッサージガンでした。はい、私の購入品、じゃーん、すごい高級感が溢れてます。ヘアビューロン、あ、ヘアビューロン 4D プラス。なんかこれめっちゃ最新版出るよな。そうそうそう、なんかさ、ヘアビューロンもうずっと初代から使ってんね、うん、2D かな、ピンク色の時から、うんうん、ですごくお気に入りで使ってるんですけど、どんどん新しいのが出て、うん、新しいのに変えても変えてもなんかそんなに変わらんやろうなって思って、うんうん、あんまり変えてなくて、異常に高いから、うん、ずっと青とかピンク使ってたんですよ、うんうん、青とかピンクならまだ安いから、うん、でも最近出会った美容師さんに、いや 4D プラスはレベチにいいって言われてん、へ、全然ちゃうよみたいな、うん、ほんまにこの青ピンクで満足してるかもしらんけど、これ一回使ってって言われて、うん、もうちょっとその売りに負けて、うん、そんだけ持ち上げててどうなんですか。まあいい。全然美容師さんって反応ちゃうねんけど大丈夫。まあつるっとはする、うんうんうん、でもやっぱなんかこう長い間使ってたらここもやっぱ削れてくるから、うんうん、なんかやけどっぽくなって、どんどんセラミックが削れて、うん、だからやっぱり
コテって寿命的にも 2,3 年なんかなとは思った、うん、なんか今新しいのになると全然触り心地が違くてなんかあツルツルやそうそうそうチュルンっていくねんけど、うん、こっちやったらちょっとギヒッといってた感じはある。あ確かに確かに、うん、キュッキュッキュッみたいなね。そうそうカチッってなってたような気がするけどこれはチュルチュルっていう感じはサラサラ新品っていう感じのチュルチュル感はある。なるほど。でもやっぱりなヘアビューロン使ってるからこそ私ロングで毎回ブリーチしてて結構髪の毛傷んでるはずなんやけど、うん、割とマシ、うん、なんかロングでブリーチ毛にしてはマシやなっていつもみんなに言われるし思ってたより綺麗やなとか美容師さんに言われる、うん、毎日巻いてるし、うん、でも絶対ヘアビューロンでしか巻かへん。あーなるほどな。もうやっぱヘアビューロンはやればやるほど綺麗になる、うん、髪がツヤっとするっていうのを売りにしてるんですけど、うん、もうほんまに購入品でも何回か紹介してると思う私は、うん、そうだね。買ってよかった。高かっためっちゃはい、ヘアビューロンでした。はい。あ、ちなみにあれやな 34mm、うん、太い棒です、うんうん、じゃん、こちらかわいい iPhone ケースです。かわいいくまさんです。かわいいはい、ジュメロで今最近発売始めた iPhone ケースなんですけど、うん、むちゃくちゃ便利でもう YouTube 見てるときクマ座ってるみたいな。かわいい。なんか後ろ姿が癒される。癒されるやろ、うんうん、あとあのミラー越しセルフィーとかこう撮るときとかも映えなんで。めっちゃコメント来てたよな。そうそう、うん、映えんねんなこれっていうのがチラッとと、はい、最近ねこんなものを買いました。え、あそれ気になってた。え、iPad 置くやつ？そう、iPad じゃん。MacBook？ あー、MacBook 置けるんや。うん、MacBook スタンド。うん。これ、一瞬いいですか？え、これ置いたら楽？そう、こう置くやん。うん。で、こう仕事すんねんけど、うん、まず手首、うん、タップも楽になった。へぇ。手首をこう、ストレートじゃなくて、うん、ちょっとこうなってるだけで楽やねん。へぇ。ここの肩取り。かっこいいな、なんか。わかる？でも。確かに。よりこうの方が楽やろ。確かに、うん、楽やったっていうのとあとちょっと視線もこうじゃなくこうなるやんか。あ確かに。だからこの肩こりここら辺周り、うん、なんかこういう疲れはちょっと減ったんかなっていう。あ、うんうん、でもちょっとなんかちょっと下がってくる。なんかちゃんと重みになれてない。開くのやからこれ。開くへんそれ。あでも全然いけんねんで。普通にはいけんねんけどなんかちょっと垂れたなんか重いんかなって。下がりそうにないのにな。カチッと、うん、ここでこう止めてんのにな。下がってくんねよ。なんか自分で高さ調整はここでして、うん、え、欲しい。雨も、うん、いいですよ。なかなかっていうのでした。在宅ワークにおすすめアイテムやな。あ、まあ、確かにそうかも、うん、私もいつも編集の時に使ってます。はい、というわけで今日はこんな感じで最近買ったお気に入り商品の紹介でした。今回紹介したアイテムは概要欄にリンク貼ってるのでぜひそちらからチェックしてみてください。はい、じゃあこの動画が面白かったって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムも更新してるのでそちらのチェックもお願いします。じゃあまたね。バイバーイ。